こんばんは、成田亮です。今夜のオールナイトニッポンは成田亮がこの後3時まで担当します。いやー、始まりました。すいません、バタバタ始まりました。急に始まっちゃってごめんなさい。いやー、明けましておめでとうございます。皆様今年もよろしくお願いいたします。初めましての方もお願いします。こっから2時間生放送ですよ。初めてのラジオで生で2時間一人でやるっていうのはなかなかのチャレンジだと思うんですけど。いやもう普段からね、聞いてますから。もうテンション上げて頑張っていきたいと思います。今日僕は仕事始めなんですけども、昨日今日ぐらいで皆さん仕事を始めてる人も多いんじゃないですかね。学校は7とか8とかなんですかね。こうやって一人で喋っていくわけですよね。皆さん今何してるんですかね、今お兄ちゃんからちょっとメール来てもう眠い無理かもって来てるんですけどね。まあそんな人も多いと思うんですけどね。そんな方はまあ無理せずラジコでね、僕まあこんな時間にいつもまあ生で聞いたりとか、まあラジコで聞くことも多いですけどね。いやー、あ、いつもは星野源さんがこの時間は担当されているんですけど、今週はお休みということで、ね、星野源さんのファンの方が間違えて僕のラジオに聞いちゃってるかもしれないですけども、成田亮と申しますのでよろしくお願いします。星野源さん、今回、あれですね、1月2日に放送された逃げるは恥だが役に立つの新春スペシャルで共演させていただきましたけども、なかなか会う機会が一度もなく、前回の連ドラやってる時も一度か。あの最終回で一回お会いしたんですけども、さすが逃げ恥、今回世界トレンド1位、さすがですね。僕の義理の姉も5回泣いたって言ってましたよ。すごいですよ。もう反響がね、やっぱ僕のインスタグラムのね、DM とかにもたくさん来てますよ。ありがとうございます。ということで僕、成田亮と言いますがね、自己紹介しますね。埼玉県出身の93年生まれの27歳です。俳優をやっております。この世界に入ったきっかけはですね、高校卒業して美容師免許を取るために美容学校を通いまして、で、美容師免許取ったんですけど、古着屋でバイトしてる時に、今、ここにいるマネージャーにスカウトされまして、で、あ、ちょっとやろうかなと思って、でも、当時、多分、水球ヤンキースとかがやってて、中島裕翔くんとか、山崎健人とか、間宮祥太郎とか、中川大志くんとか、同世代の僕よりちょっと若い子たちもガンガン活躍してんの見て、やばいな、焦るなと思って、どうにか近道ないかなと思って見つけたメンズノンノという雑誌に応募しまして、で、オーディション、の日々だったんですけど、そのオーディション行ってる最中に、一度まあ別の企画でオーディションとは別で、僕一回撮影行ったんですけど、その時何を間違えたのか、女の子連れて行っちゃって。で、そこどんなやつだよって思われたかもしれないんですけど、どうにか受かりまして、で、今、なんとかまだメンズノンノでやらせていただいております。で、役者の方もね、着々といろいろ仕事させてもらいましてね、毎年毎年ネクストブレイク、ネクストブレイクと言われ、今年もネクストブレイクと言われないように、今ね、朝ドラ出てますのでね、朝ドラやったら売れるでしょう。ということで、今年は売れたい。なので、朝ドラ、おちょやん、今出てますので、皆さんぜひご覧いただきたいです。今、それ1時から3時まで聞いて、朝8時なんでちょっと早いですけどね、皆さん見ていただいて、ちょっとツイッターとかインスタグラムとかでね、成田亮の芝居いいなとか、かっこいいなでも何でもいいんで言ってもらえたらなと思っております。で、今日そうです、もう来年はね、脱ネクストブレイクでやっていきたいと思います。で、僕そう、明日すぐ朝一からまた大阪でお茶屋の撮影行かなきゃいけないんで、もともとこれ事前収録の予定だったんですけどね、僕が、いやー生でしょうということで、生でみんなの力を借りながらやらないとできないって言って、ちょっとね、ちょっと心配なので、皆さんのお力借りながら頑張っていきたいと思いますけど、ラジオはね、普段からずっと聞いてるんですよ。もう本当に、まあオードリーさん
ですし、本当にさんですし、下降り明星さん。下降り明星さん、ここでいつも撮ってて、いつも聖夜さんが座ってる椅子に僕は座っていますよ。いや、すごいなんかね、すごいここで楽しいことが毎週行われているのを聞いてますよ。僕は大丈夫でしょうか。松さん、白さんも、原市さんも聞いてましょう。ギャーギーさん、バナナマンさん。先週、なんか今週か、鬼越トマホークさんのラジオも聞いて、鬼越さんが言ってました。オールナイト日本出てもう仕事増えねえぞって言ってましたけど、僕はもうこっから売れたいと思ってますので、ね、ドンジャンスでも掴んでいきたいと思います。いや、ほんと一人で話すのほんと不安なので、ラジオはね、パーソナリティ、僕とスタッフさんと、そして、リスナーの皆様とみんなで作り上げていきたいと思ってますので、皆さんいっぱいメール、なんでもいいんでメールを送ってくださいね。そうですよ、もう本当今言った、ラジオリスナーの一員として、ね、僕もリスナーの一人ですから、いやもう、いつもこの芸人さんたちに送ってくれてる人たちが、メール職人の人たちが送ってくれると、僕も元気になるので、もうほんと、もうその辺のはしゃぐ俳優でしょみたいな。バラエティで軽くにコントとかして、ちょっと好感度上げてる、その辺のはしゃぐ俳優でしょと思わないで。はしゃぐ。ネタパレとか出て、ちょっと、インディアンさんに自己紹介ギャグ作ってくださいとか言って、やるやつでしょとか、まあ、そういうやつなんですけども、好きだから。好きだから、やってるんで、もう皆さんお力。貸してください。一緒に作ってください。皆さんのお借りを、皆さんのお力を、ダメだ、緊張してる皆さんのお力をお借りして楽しく2時間生放送をやっていきたいと思います。それでは2時間お付き合いよろしくお願いします。成田凌のオールナイトニッポン。改めまして、こんばんは、成田凌です。いや、今、ディレクターの方から、ちょっと走ってますって言われました。ちょっともう、やばい、もうじっとしてらんなくてね。いやー、すごい。でもこの曲で、大いなる力をもらって、ここから落ち着いて、頑張っていきたいと思います。さて、生放送ですので、ラジオをお聴きの皆様にも、メールで参加してもらいたいと思います。今夜のメールテーマなんですけども、朝ドラ、撮影で朝から、明日から、大阪に滞在するんですけど、僕大阪についてね何にも知らなくて、今全然外にも出れない状況ですし、でもドラマの舞台が今大阪の道頓堀なんですよね。だから絶対知っておいた方がいいとか絶対あると思うので、ちょっと大阪の皆さんだったりとか大阪に詳しい人、それかなんとなく大阪の情報なんとなく知ってるっぽいみたいなことも、何でもぜひ情報を送っていただきたいと思っておりますので、ちょっとなので、じゃあ今夜のメールテーマは成田凌の知らない大阪にしたいと思います。僕が大阪に行く前に知っておくべき情報をメールで教えていただきたいと思います。と言いつつ、事前にツイッターで募集しておいたものが、そのメールがいくつか来てるので早速紹介していきたいと思います。ラジオネーム、よくできたロケット。大阪ではおばちゃんが飴をくれます。全然知らないおばちゃんです。仲良くなりたいと手作りのお菓子をくれます。そんなに仲良くないです。食べるのは怖いですそうか、そういうこともあるんですよね。あ、実際あのちょっと咳したら、今の大阪のおばちゃんですよね。だからそのヘアメイクのやってくれるメイクさんとかがすぐもう何人かが何種類かの飴をくれたりしますね。これめちゃくちゃ美味しいからって言っていろんな人たちが飴をくれるんで、本当なんだって思いましたね。結構、いや、ではこれ手作りのお菓子くれます、どの程度だろうな。俺ダメだな。どうだろう。いや、ちょっと、ね、知り合いでも手作りのお菓子とかね、そう、あのバレンタインデーとかも子供の頃とかも手作りちょっとダメだなって言って兄貴にあげたりしてたので、
で、ありがたいです。とってもありがたいですけど、ちょっとそうですね。怖いですって書いてありますけど。いや、そうか、手作りもくれるんですね。飴だけじゃなく。手作りの飴とかもくれるのかな。ちょっとじゃいやー、そっか。本当に、距離感が近いっていうのは、大阪の良さではありますからね。助けてくれよという気持ちで飴くれたりとかもするんですね。じゃあさあ、続いて。ラジオネーム、サオリ。探偵ナイトスクープが放送される金曜日の夜、大阪では街から人が一人もいなくなります。一人も、すごいですね。でも、僕も、あれですよ、大阪の生活してるんで、大阪の番組をやっぱ、この生というか、そのリアルタイムで見れるのすごい楽しくですよ。僕もだから、その一人ですよね。だから、あ、そうか。一人も、街からいなくなるっていうのを見てないってことは、僕も金曜の夜、そうだよ、タイトン探偵ナイトスクープ見てるってことですもんね。僕もそもそもあの松本さんの最初の桃を言えそうですもん、全部。もう、そっか、本当、そっか、俺もなんか聞いたことあるけど、本当なんですね、これ。へぇ、すごいなぁ。さあ、まだまだ来てます。ラジオネーム、モービル。探偵ナイトスクープの探偵としても知られる吉本新喜劇の石田悟さんは身長が2メートルあります。え、あ、ごめんなさい。石田康さんは、ごめんなさい。石田康さんは身長が2メートルあります。本当になんですか？嘘か。危な。え、でも、でっかいですよね。この間もあの、おじさんのチャリ乗れるようになるみたいな企画やってましたよね。いやー、そうなんだ。2メートルあるんですね。ちょっともう一回、ちょっと見てみますね。すごい、探偵ナイトスクープはやっぱそんな、本当にみんな見てるんですね。すごい人気ですよね。さあ、いっぱいあります。ラジオネーム、ノーベル。通天閣にある新世界という街には個性的な方が多いのですが、言いますよね。柔道着に薬油棒をかぶり、昼間から缶チューハイを飲みながら、わしがこの街を守ると叫びながらパトロールしてるおじさんがいるので治安がいいです。そりゃいいですね。いや、もうそうか。いいですよね。わしが守るって言い切ってるんですもんね。すごい、いい街ですよ。通天閣の新世界って。僕も何度か行ったことあるけど、そうですよね。よく言いますよね。治安がいいってね。あれですよね。西成とかの方ですよね。僕も、昼間散歩してたら、やっぱ、真夏に裸で、道路の真ん中で、もうカンカン照りの日光を浴びながら、寝ながら酒飲んでるおじさんとかやって、治安がいいなと思いましたね。いや、僕もあの街は好きですよね。夜の街っていうのはまだ行ったことない。でも美味しいご飯屋さんいっぱいあるんですよ。あ、西成あの、映画大阪で撮ってる時にその監督に聞いたら、あの西成で肉屋さんがあって、そこで焼いた肉出してくれって言うんで、牛肉100円、豚肉50円で、鶏肉10円、肉1円っていうのが当てたっていう噂を聞いたことがあるんでね、やっぱ平和な街だなと思ってます。はい、こんな感じでもう今夜のメールテーマは成田の知らない大阪ですね。受付メールアドレスはですね、nr@allnightnippon.com、nr@allnightnippon.com、成田亮のイニシャルで NR となっております。懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。よろしくお願いします。そして今夜は事前にメールを募集していたコーナーもあります。リスナーの皆さんが憧れの成田亮になるために、あ、僕が言ってるんじゃないですか、ここに書いてあるスタッフさんが勝手に決めた文ですからね、リスナーの皆さんが憧れの成田亮になるためにっていう、リスナーの皆さんが憧れの成田亮になるために、いや、これすごいな。普段からやっていることや心がけていることを教えてもらう成田亮になりたい亮、なりたいようのコーナー、うん、僕がサンドバッグになる企画ですよね、完全にね。もう楽しく。もう何でも好き勝手言ってください。あとは、あれですね。曲の途中で演奏が一瞬止まる空白の部分。
いわゆるブレイクがある曲を聞くと興奮する私成田亮が、リスナーの皆さんからブレイクがある曲を紹介していただくブレイクのコーナーで、あとは朝ドラで後に喜劇界のプリンスと名を馳せることになる人物を演じる成田亮が、芸人さんの伝説や面白エピソードをリスナーの皆さんから教えてもらい、芸人という生き方を学ぶ目指せ喜劇王のコーナーですね。どのコーナーにもたくさんメールをいただいているようなのでありがとうございます。後ほどお送りしていきますのでお楽しみにしておいてください。さて、ここで一曲おかけしていきたいのですが、今回選曲も僕させていただきましたね。新年一発目なので元気な曲がいいし、もう僕はもうこのアーティストさんは義務教育にしてもいいと思っているほど素晴らしい、ね、事務所の先輩なんですけども、それでは新年ということでサンボマスターで新しく惹かれ、時間3時まで生放送付きくつ早速メール届いてますんで読みたいと思います。ラジオネームウーロンさん、成田さんめちゃくちゃ緊張しているのひしひしと伝わってきましたいやー、オールナイトニッポンの各パーソナリティは本番前に必ず逆立ちを2分してその後に話し始めるみたいですよ。成田さんをやりましたが、やってないのなら今から2分逆立ちして話してくださいちょっと待って、いやー、ちょっと本当にやった方が良さそうだな、これ。15分ね、記憶がないんですよ、でも。なんか手が痺れてね、今ちょっと、やばい。もうちょっともう、この CM 明けからは、ちょっともう落ち着いて、もうなんか、次の CM ちょうど2分ですって。ちょっとマジでやってみようかな。ちょっと、もう本当にもうどうしよう、もう。でももう大丈夫だ。次はもう逆立ちした後なんで、いや、ちょっと、あ、でも、ちょっと話して大丈夫ですか？ネプチューンの堀内健さんに昔挨拶しに行った時に、パンツ一丁で逆立ちされてて、全部見えたことあります。そうやってリラックスされてるんですけど、やっぱ血が多分こう、脳に巡るんですよ。最近、ね、インスタで石田ゆり子さんも逆立ちしてるの載せてますもんね。ちょっとじゃあ CM 明けはもう逆立ち後の成田亮なんで、もう脳をフル回転で落ち着いてる成田亮をお送りできると思いますもうこの後もね、3時成田亮のオールナイトニッポン、この時間は成田亮のオールナイトニッポンをお送りしております。今流れたジングルはですね、僕の友達のミュージシャンでもあるおぶくろなりやきくんが作ってくれました。3週間前ぐらいにね、この番組の打ち合わせした時に、ジングルって誰かに作ってもらって持ってってもいいんですかねって言ったら、あ、ぜひぜひということで、じゃあこれおぶくろに電話しようかなと思って、彼は今ロンドンに住んでるんですけど、電話してちょっと今度オールナイトニッポンやるから、ちょっと音楽ジングル作ってくれって言ったら、もうダメ元で頼んだんですけど、速攻でほいいよって言ってくれたんで、ちょっと頼んでこのかっこいいのできまして、もう彼曰くロンドンバイブスぶち込んどいたからって言ってましたんで、オールナイトロンドンでお送りしていきたいと思います。が早速メールが届いてますので、リアクションメールです。ラジオネームマイルズ、成田さん本当に逆立ちしましたか？話の調子はどうですか？良くなりましたか？だとしたらあなたは完全にアホです。オールナイト日本のパーソナリティがわざわざ時間を割いて逆立ちするわけないでしょ。本当は腕立てをしてから話しますちょっとあのね、逆立ちはね、しました。後でインスタ載せますね。本当にして、ちょっとだって今お袋の話とかめちゃめちゃ落ち着いて話してましたもんね。もう大丈夫ですよ。じゃあちょっと、腕立てはね、もう大丈夫です。いや、ちょっと、はい、ありがとうございます。リアクションメールですね。ラジオネーム、ユーリンチ。成田さん、この10分の間にスカウトされた、オーディションに女を連れて行ったなど、リスナーに向けたマウントを2つもぶち込んでいます。こういうの、リスナー大嫌いです。もう一度言います。成田さん、僕たち成田さんのこと、今のところ嫌いです。こんなに緊張してさ、なんか普段テレビでカッコつけてさ、こういうことも話しちゃってるけどさ、
ダサいんだなっていうことが分かってくれたんじゃないですか。僕ももうテレビでカッコつけることできないよ。どんな役来るんですかね。はあ、そっか。よくないな。そうだな。あ、でも、ある、ここにね、このカンペでっかく文字で、もう、感謝、謙虚っておっきく赤文字で目の前にポンポンって書いてあるので、ちょっとすいません。まあ、アクリル板に貼ってるんでね、目の前の。ちょっと、すいませんでした。もうこれからは落ち着いて、ゆっくりやっていきたいと思います。ということで、もう年始始まりましたからね、年末年始皆さんどう過ごしましたかね。僕はね、年末24、27の夜中、だいぶ遅くに落合の撮影終わって、で28日に東京帰ってきてから、3日ぐらい掃除した記憶しかなくてですね。35袋出ました、ゴミが。もう洋服がほとんどだったんですけど、もう洋服、すっごい捨てたのもあれば、人に、地元の人たちにあげる用と、あと四千頭身の鈴木くんにあげる用のでっかい一袋も用意したりとか、もうあと地元の人たちにもう何袋も持って、地元に持って帰って、もうほとんど兄貴が多分来てますけど、いや、なんかね、掃除してスッキリした感じで、今日一日中家でぼーっとして、誰とも話さない日だったんですよね。だからこんなにテンパってたのかな。ちょっと、本当にボケーっとしてましたね。いや、なんかラジオね、先輩方のパーソナリティさんたちのラジオ聞いて、浜辺美波のパーソナリティやったラジオも聞いて、1月1日の落ち着いてましたね。綺麗な声で。俺もなんかそのぐらいのイメージで、入るぞと思ってたんですけど、最初からバタバタ急に始まって、最初の15分の記憶なく、もう、年末年始ダラダラしすぎたせいで、ですね。あ、そう、年末ですね。事件と言いますか、ハッピー事件と、ちょっとびっくり事件がありまして。まずハッピー事件はですね、私 CM やっております年末ジャンボ宝くじ1万円当たりました。いや、これはすごいテンション上がりました。まあ、掃除して実家帰ってバラで買ったのをこうリビングに、狭いリビングですよ、実家狭いリビングにバー広げて、家族全員でこう探してて、で一等から何組ダメダメって言って、その僕読む担当だったね、カルタでいう読み手ですよね。それをやってたら母親があったって言って、その下3桁が当たったんで、いくらみたいな、1万円って言って、結構盛り上がって、こうこれはとっても嬉しい1万円でしたね。今どうなったんだろう、忘れてきちゃったな、実家に。まあいいか、まあお年玉という、家族にお年玉ということね。で、年末、そうだ、すごいちょっと怖い電話が一本ありまして、年末掃除終わってさあ、ゆっくり綺麗な家でゆっくりしてから実家帰ろうかなと思って落ち着いてる時に、マネージャーから電話が急にかかってきまして、で僕マネージャーに急に電話すんのやめてくださいって言ってて、でもやっぱドキッドキするじゃないですか、絶対なんかしたかなとか思っちゃうんですけど、だから一回そのメールで電話していいか確認してから電話してくださいって言ってたんですけど、急にやっぱ年末かかってきて、うわやばいどうしよう、何したかあれかな、あ違うあれか、いやーあっちかみたいになってて、うわーってなってたら、りょう大変なことが来た、何ですかって聞いたら、大変だ、浜田角がアーシャの写真変えたぞって言って、うわ、いや、マジか、やばいねって言って、そう、というのも、僕ら二人でそんなに盛り上がってるのも、浜田岳さんって、アーシャーですね、アーティスト写真ですよね、事務所とかに貼ってある写真って、あれ多分子供の頃から変えてなかったんですよ、15歳ぐらいと思うんですけど、今調べて画像を見てもらえばわかるんですけど、多分子供の時みたいな写真ずっと使ってて、で、前に共演させてもらった時に、ガクさんなんで
アーティスト写真買えないんですか？って言ったら、いや、意識してないなって言ってて。で、マネージャーさん同士も仲いいみたいで、なんでですかって聞いたら、いや、マネージャーさんも、いや、気にしてないって言ってて、で、僕のマネージャーさんも、いや、気にしてないってかっこいいね、みたいになってて、いやー、ちょっとじゃあ、浜田岳さんがアーティスト写真を変えるまで変えらんないね、みたいな、やっぱ初心の心忘れないのも含めて、やっぱもう俺らもこれで行こうってなってたので、年末、浜田岳さんが、ニューヨークで撮ったっぽい屋上の西日を浴びた、この3時半4時過ぎぐらいの西日を浴びた、かっこいい写真になってるんで、僕も屋上で西日を浴びた写真を、2021年、アシャーにします！ということで、2021年の目標は、成田凌、アーシャを変えるですね。もう、それです。もう2021年、もうそれができたらもう OK ということで。もう、その二つの事件があったんで、もう2020年うまいこと締められまして。で、年始は。あ、そうだって、僕の家族って、毎年ジャニーズでカウントダウンのライブ見て超えるんですけど、絶対に、ジャンプするんですよ。普段、もうずっと横になってる父もその時だけは立って、家族で、ちょっと高い位置に立って、3、2、1、ビョーンって言って、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますって言って、近所の神社に、ちゃんとこう、みんなでこう、初詣行って、1年が始まるんですけどもね。今年は父親は寝てましたね。だからジャンプせず、父は寝たまま過ごして、12時半ぐらいに、初詣は行きたがるので一緒に行って。まあ、今年は空いてましたね。もう待つことなく、でしたね。まあ、でもそんな感じで、ドロ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 、ずーっと、なんとなくゆっくり酒飲んで、で、母の作るご飯食べて、もううちは、成田家は、テーブルに座った瞬間に、もう、ババババってご飯出てきて、もう10分座ってたら多分6、7品ぐらい出てくんで、もうずーっと酒飲めるんですよ。だから、もうそれでもうね、もうずーっと内臓をやられてましてね。今、顔が全部だれてますよ。もう、多分老けてます。多分。まあでも、顔はね、見えないのがラジオですのでね。リラックスしてやるということで、明日からお茶もこう。電気バリブラシって、田中みな実さんとかが使ってるやつですよね。あれをやって、もうキュッとして、明日からはもう、かっこいい天海一平という役を、こんな成田凌じゃなく天海一平をね、かっこよく演じていきたいと思ってますので。で、明日からお茶屋なんですけど、お茶屋の現場、本当楽しい和気あいあいとやっててですね。あ、そう。今、ネプチューンの名倉さんがね、ロマネットネプやるんですよって言ったら、あ、乱入するわって言ってたんで、多分そろそろ来ると思うんですけど。今のところ来ない。今のところ気配はないので、寝てるということで、明日聞いてみたいと思いますけども。来てくれたら嬉しいな。誰か来ないかな。いやだ、そうか、そう、お茶の撮影楽しいんですけどね。杉咲花さん演じるヒロインの千代という女の子がいるんですけど、その子役を演じてるののちゃんという子が、もう可愛い、もう、子供なんですけど、みんなのまとめ役みたいな明るい子なんですけど、トータス松本さんにすごく懐いてて、そう、今、トータス松本さん世間にはものすごく嫌われてるんですけど、トータスさんは悪くないです。トータスさん演じる千代のお父さん、もう史上最悪と言われるお父さんを演じていて、もううちのヘアメイクさんとか、もうね、ウルフルズの曲はもう当分聴かないって言ってますし、もうほんと、もうちょっと、この作品始まってから、もう毎日やってるんで、僕も、ね、今まであんましてこなかったエゴサーチっていうのを作品の名前とかでやるようになったんですけどね、まあ、トータスさん嫌われてる。もう、嫌われてるんですよ。トータスさんが嫌われてるわけじゃない。テロが嫌われてる。だからもう、でも、
演じてる、そう見せてるってことがすごいことですからね。それはすごいことなんですけど、でもなんかやっぱり嫌いって言いやすい嫌われ方をしてる人というか、やっぱそれは多分トータスさんの人柄もちょっと含まっての深みみたいなのがあってのテルオっていうお父さん、最後のお父さんが嫌われてるのでね、なんかもういい具合なんですけど、本当その子役のののちゃんっていう子がトータスさんに懐いていて、ずっと膝の上座ってたりとかもずっとくっついてるんですけど、ずっとね膝の上でとにかく笑えればって歌うんですよ。まあ、とにかく笑えれば、笑えればって曲ですよね。だからそれずっと、あらえれば、あらえればって言ったんです。トータスさんも、俺そんな曲作ってないんだけどなーって言いながら、まあ、まあ、ね、小学生の頃、意味なんて考えない。なんとなくの印象で、で聞いてるんで、多分最近トータスさんと共演するってなって、多分いい曲を多分お母さんに教えてもらって、笑えれば聞いて、まあコロナの影響もあってなのか、多分、あらえればになっちゃったんですけど、ちょっとね、ののにね、笑えればって言ってるんだよっていうのを伝えたいのと、このおちょやん見てトータスさんのこと嫌いになってる人、あの僕のヘイメイクさん含めたウルフルズの曲聴かないって言ってる人、もうね違うんだ、トータスさんはいいんだ、こんなに素敵な曲を作る人が悪い人なわけがないということでね、ちょっとせっかくだからリスナーの方にももう笑顔になってほしいですよ。2020年大変な年だったし、2021年始まって、明日からもね、仕事を頑張ってほしいし、学校も頑張ってほしい、とにかく笑ってほしいという、ね、ウルフズの笑い場という曲を聴いてほしいです。ここで一曲お願いします。ウルフルズで笑えれば。この時間は成田亮のオールナイトニッポンをお送りしています。メールを紹介していきましょう。ラジオネーム、シャイなメガラバ。成田さん、アーシャを変えると言っていましたが、僕は逆立ちをしている成田さんの写真の方がいいと思います。いや、全オーディション落ちるわ。何の役だと思ってんのみたいな。いや、そうか、逆立ちの写真はちなみにもうあのインスタにストーリーにあげました。ちょっと自分でも、あ、こんなに気持ち悪い姿でやってるんだと思ってちょっとショックでしたが、まあしょうがない、もうここはもう今日はもうそのイメージというものをね捨てると同時に何かを生んで見ようかなという考えなので、ちょっともう捨て身でやっていきたいと思います。続いてラジオネーム大根だらけ。成田さん、友達に譲るほどたくさんのいらない洋服があったんですか？僕らリスナーは同じニットを何年も着用し続け、今ではもう縮みまくっています。芸能人マウントするやつは嫌いです。やばいやばい、どんどんやばい、1分ごとに喋れば喋るほど嫌われてる。あ、でも、あ、大丈夫です。今日、今、インスタ見てもらえばわかるんですけど、僕今日ボロボロのニットを着てるので、穴だらけのボロボロニットを着てるので、ちょっと、それでちょっと許してください。やばいっすね。ちょっと、メール、ですね。あ、テーマ。今夜のメールテーマですね。大阪、成田亮の知らない大阪ですね。ラジオネーム、ムポイ。ほとんどの日本人が知らないのですが、この時期の大阪は気温31度前後で半袖でも全然 OK です。ささやかな冬のバカンスを楽しんでいってください。いや、あのね、もう行ってんのよ、大阪は。いや、めちゃくちゃ寒いです、大阪。いや、もうちょっと、やばいな、ハメに来てるな。東京都22歳学生より、東京都在住22歳学生じゃねえか。ちょっとやばいな、嫌われていってるな、褒め本当に。どうしよう、大阪ついて半袖で歩いてる俺見たら笑ってやってください。めちゃめちゃダウン着てると思うけど。まあ続いてテーマですね。ラジオネーム三大都市の制覇。大阪には有名なテーマパークユニバーサルスタジオジャパンがありますが、大阪の地においては決して USJ と言ってはなりません。
大阪人はユニバといい、ににアクセントをつけています。知ってます。もし USJ と言おうもんなら即座に大阪から追い出されてしまうので注意してください。やばいね。でも、その微妙なところですよね。エセ関西弁でユニバ。ね、そうですよね。そのイントネーションで割と教えられるときありますよ。なんか普通のこのセリフとかでも、ユニバのイントネーションだよって言われて。そうか、そうか、そうか、ユニバちょっと行きたいなユニバ。なんかみんなで行きたいなと思うけど、ちょっと難しいのかな。楽しいっすよね。行ったことあるけど、本当に好きな場所ですわ。続いても、成田寮の知らない大阪。ラジオネーム、片手にはいつもアイス。大阪、特に梅田は地上を歩くより地下を歩いた方が便利です。これ鉄則です。大阪初心者が地上に出てしまったらマジで一生目的地に到着できません。新参者の成田さんはどうぞ地下道をお通りください。これ言いますよね。これは本当の情報だ。やっと来てくれた。ありがとうございます。片手にはいつもアイス。そう、梅田、東京でいう池袋みたいな感じですよね。池袋は地下から出れないっていうこと結構ありますね。梅田駅まだ降り立ってないけど、ちょっと本当、そうだな。地下を歩いた方がいいんですよね。地下。必ずそうします。ありがとうございます。たまには。ちゃんとした大阪情報ですね。ラジオネーム桜井ジョーカー大阪で坂田敏夫さんを見てもアホの坂田と言ってはいけません。プライベートでアホと言われると坂田師匠は怒ります。これも本当のやつですよ。いや多分本当ですけど、言うか本当にアホだアホで。いやーでもそうですよね。新喜劇の見てる人とかいますよね。アホの坂田でアホって言ったらめちゃくちゃ怒られるって言いますよね。気をつけます。見つけても、でももうアホの坂田っていうもうね通称ですもんね。気をつけます。次、ラジオネーム逃げるは恥だか薬満。大阪ですが相手を褒めるときはシュッとしているねと言ってあげるとめちゃくちゃ喜びます。そうですよね。なんかシュッとしてるっていうのが全体的な褒め言葉っていう印象ありますよね。確かにね。だからかっこいいとか何々をなんか明確に褒めるっていう感じでもないですよね。シュッとしてる。僕もじゃあ今後シュッとしてるねーを言ってみようなん。東京でも言ってみようかな。大阪だから褒め言葉がシュッとしてるねってことですよね。シュッとしてるねって言ってあげると喜ぶし、言われたら喜んでいいっていうことですよね。じゃあちょっと今後それでやってみようかなと思います。はい、引き続き僕が知らない大阪についての情報メールをお待ちしております。受付メールアドレスは nr@allnightnippon.com nr@allnightnippon.com 成田寮のイニシャルで NR となっております。懸命にテーマと書いて送ってください。ここすっと言えましたもうすぐ1時間経っちゃう。やばい、あっという間だ。お願いします。今は成田寮のオールナイトニッポンをお送りしております。1時間が経ってしまいそうです。あっという間でしたまあ次はもうそろそろ校内行くんでね、その前にメールを紹介していきましょう。リアクションメール、ジャイアント厚彦。成田さんのインスタに行き逆立ちのストーリー見ましたが、それ以上にサングラスをかけ洋服で口元を隠すいけすかないアイコンの方が気になってやっぱ嫌いだわってなりましたそっか、アーシャ変える前にこれ変えなきゃいけなかったっすねあーそっか、そのやっぱもっとちゃんとね、そうですね、確かにちょっともう変えよう、もうまずアーシャの前に変えます。そうっすよね、すいません。もうでもそっか、次のコーナーやったらもっと嫌われるんですけどねもうコーナー行って大丈夫ですかね。うん、じゃあ嫌われコーナー最初のコーナーに参りましょう。成田寮になりたいよすごい
冴えない深夜ラジオリスナーたちは誰もが俳優でありモデルでもあり、その上美容師免許まで持っている、なりてろになれるもんならなってみたいと思ってるはずって書いてあるんですからね。僕が決めてるわけじゃないですからね。これ僕が考えてるわけじゃないですからね。書いてあるから言うてる。ということで、リスナーの皆さんが憧れの成田凌になるために普段からやっていることや心がけていることを教えてもらい、私成田凌がその行動を成田凌か成田凌じゃないかで判断します。最も成田凌だった人には二代目成田凌の称号を差し上げます。普段から僕になりたいと思って生活している人なんていないだろうと思うんですが、なぜかメールがたくさん来ているようなので早速紹介していきましょう。ラジオネーム中原。成田凌になりたくて毎日間接照明だけで過ごしています。なるほど、そういうイメージですよね。こんなにテンパってる成田凌を想像する前に送ってくれたのかもしれませんけども、僕どうだろうな、割と電気は高校に焚いておりますね。もう、ああ、でも、どうなんだろうな。一応、憧れますけどね。でも、まあ、昔から明るいとこでしょうね。暮らしてるからな。なんかこう、試みようとして、こう、買ってみたものの、暗いなってなっちゃうね。やっぱ、ちょっとダメですね。なんか、こう、かっこつけた感じの部屋ではないんですよね。よって、成田凌ではないです。続いてこんな感じでどんどん送ってくださいね。続いてラジオネームパーカー。成田凌になりたくて対戦ゲームで負けた時は相手が引くぐらいブチ切れます。切れないよ。ただでも負けず嫌いだから、例えば負けたら終わらないっていうのはちょっとあるかもしれないですね。だからそうだな、終わらない。でもやっぱサッカーゲームやるんで、多分ちょっとサッカーゲーム始まってちょっと負けてる時はこち亀のホンダみたいになってるかもしれないですね。コントローラー持ってからはもうホンダになりますよ。まあ惜しいな、ハイヒクぐらいぶち切れないからな。成田凌じゃない。続いてラジオネームマービー。成田凌になりたくて僕の朝ごはんはパンやご飯ではなくシーシャです。まあそうですよね。パン、うん、そうですね。シーシャか、シーシャね。シーシャの時もある。ないわ。いや、シーシャね、なんか最近覚えましたよ。なんかここ数年でたまーにする時もあるけど、好きではなれなかったなー。なんかこう、なんかおしゃれな友達がなんか下北とかで待ち合わせすると C 社いるみたいになって、 C 社いるってなんだみたいになって待ち合わせしたら黙々場所いて、なんかうわーちょっとダメかもなって思う時ありますけど、ちょっとでも憧れるな朝。まあでも近いっすよね。でも朝起きてタバコ吸うみたいなもんですもんね。C 社ですもんね。成田凌じゃない。はい。佐川 C 社です。はい。続いて、ラジオネーム、あゆか。成田凌になりたくて死ぬほど熱いおでんを食べるときも真顔で食べます。これね、全然成田凌だな。僕ね、高校生のときにね、熱いものを夫婦しないって決めたんですよ。なんかそっからやっぱちょっと男として進化した気にもなるし、ちゃんと味を味わえることになったというか、このこうハフハフする時間も味ですからね。この出る湯気含めておでんだと思ってますから、これはね合ってますね。何にも夫婦しないですから僕は。本当に、なんなら夫婦すんだろうな。なんなら夫婦すんだ。ね、あんかけは、ちょっとビビって、無意識風一発やったことがあって、めっちゃ猛烈に反省したことはありますけど、おでんなんてね、絶対夫婦しないですよ。本当に。ちなみにですけど、今日、暑い、ジャスミン茶入れてたんですけど、朝。口の中今、ベロベロに向けてます。もうだからもう、
こう雑に扱ってますよ、あのその自分の口を。でもこのラジオネームあゆかさん、これはね、成田凌ですね。死ぬほど熱いおでんを真顔で食べる。続いてラジオネームパイナップル。成田凌になるためにハマグリは皮ごと飲み込みます殻は剥きますよ。どういうことハマグリ殻ごと言ったらあれでしょ、貝類は全部殻に触れちゃいけないらしいですからね。それで腹下すというかね。ただせんべいは割らないっていうのはありますよね。それもそれは23の誕生日に決めましたね。それはやっぱ23歳、さすがにやっぱちょっと男らしくならなきゃいけないということで、俺は今日からせんべいを割らないって決めて、僕はもう割らないで食べますよ。もうギリギリ口に入るぐらいのせんべいはもう一発で行ってみますし、もうこぼさないように食べられるように最近なりましたね。やっぱ吸いながら、スースー言いながらせんべいは食べますね。惜しい、成田凌じゃない。続いてラジオネーム炊きがちな玄米。成田凌になりたくて銭湯に行った時はフルチンでコーヒー牛乳を一気します。あー、まあでも全然別に成田凌じゃなくてもどういうイメージなのそれ、すごくない？するよね、みんな。男は全然みんなね、成田凌ですよ全然フルチンでなんか行くしな、成田凌です。続いてラジオネームライオット。成田凌になりたくて休日のお昼はフルチンでチャーハンを作っていますフルチンのイメージなんですね、とりあえずひたすらにね。いや、あのね、僕ね、めっちゃ惜しい。フルチンで今日、フォー作った。フォーと水餃子をフルチンで作りましたね。これはね、食べた時はフルチン、じゃなかったな。なんか、寒かったんですよ。ご飯動いてる時はこう、ちょっとなんか今日やっぱこう、なんかこう、ちょっとほんとそわそわしすぎてて、ちょっとね、もう何か作ったことないものでも作るかってなって、とりあえずフォーと、もうなんか餃子はなんかあったんで、ちょっと。まあこれはもう成田凌です。もうお昼はフルチンでチャーハン作る時もありますよ。ほら。フルチンのイメージなんですね。続きまして、ラジオネームウォーリア。成田凌になりたくて、餅は飲んでます。噛みましょう。危ないから。はい、次。ただ、餅もめっちゃ食うな。惜しいな。続いて、ラジオネームアイザック牛タン。成田凌になりたくて、部活もバイトもこのままじゃつまらないと言って、すぐに辞めてます。これあれかな。僕が美容師じゃなく俳優辞めたみたいな話の、俳優やってるみたいな時の話を、ウィキペディアなんかに載ってるんですよね、これがね。なんかそれをちょっといじってんのかな。なんか美容師さんのことなんかこう、学生時代にこう、舐めてたまでいかないですけど、なんかこう、あれですよ。もうまた嫌われるエピソードしますけど。だこのままだとなんか夢叶いそうだなって思ったんですよね、みたいな話を取材でもっと柔らかく話したんですよ。それをなんかちょっと鋭利な感じでウィキペディアに載ってるのかなっていう感じですけどもね。また嫌われた。これ成田凌。まあ、部活はやめてないからな。うん。成田凌じゃない。ラジオネームメデューサ。成田凌になりたいので、ウォシュレットの水圧は常に最強にしています。これね、合ってますね。ウォシュレット、そう、なんか、初めて僕が引っ越したての時に、兄が家に遊びに来た時にトイレ入って、そしたらまあ数分後、バーンって扉が出てきて、すっげえ爽快出てきて、両大変だっつって。
いや、お前に今まで兄らしいことなんか一つもしたことないし言ったこともないけど、最初で最後言わせてもらう。ウォシュレットを強にしてたら友達減るぞって言われたのが思い出あるんで、そっから弱にしてるんですよ。友達減らないようにね。で、そんなこともあるので、これはね、成田凌ということになってます。 これたくさん来てますね。まだまだメールありますので、続きは番組後半でよろしくお願いします。この時間は成田凌のオールナイトニッポンをお送りしております。それではメールを紹介していきましょう。ラジオネーム、ペペロンチーノ滝崎。ラジオブースで逆立ちするし、熱いものフーフーせず、せんべいは割らないって決めてるし、フルチンでフォー作るし、リスナーみんなが思ってること言いますね。バカなんですか？まあ、それぞれみんなね、あるじゃないですか。こだわりみたいなものがあるはずですよ。こだわり。夫婦しない、せんべい割らない。なんか、みんなのこだわりもちょっと聞きたいですけど。ね。じゃあ、ちょっと続きまして。ラジオネーム、レンジ。これまで、いろいろと話してきましたが、熱いものを夫婦しないと決めた。これが今日の2時間で一番かっこいいセリフです。あとは全部ダサいです。そっか、熱いもの夫婦しない以外は全部ダサいです。そうだな、やばいよな、ちょっと。ちょっと、もう戻れないから、このまま行くしかないかな。まあちょっと、まあなんかこう、ラジオって、そうじゃんで、なんか初めて聞いてる人とかはね、ちょっと、こう、あ、そっか、初めて、そうだよね、僕のことを好きで聞いて、初めてラジオ聞きましたとか、って絶対いるわけですもんね。やばいな。どうしよう、フォロワーめちゃくちゃ減ってたら。ちょっと、なんか、やばいな。次ましてリアクションメール。ラジオネーム、カーネル。成田さん、今はフルチンですか？今フルチンだったら大好きです。やばい、これしかないのかな？なった方がいいのかな？もう、でももう見れないからな。うっす、もうこれ以上嫌いになりたくないしな、もうな、フルチン。まあ、ここに女性は、うちのマネージャーだけか。一応やめとくか。ちょっとそうっすね。じゃあ、ということで、続いてのコーナーに参りましょう！ブレイク！恋しくて、曲の途中で演奏が一瞬止まる空白の時間のことを音楽用語でブレイクと言いますが、僕はそのブレイクがあって、その一瞬ボーカルだけになる曲を聴くとすごく興奮するんですよね。その例えば今かかってるこのアンジェラ・アキさんの桜色もその曲の一つです。ブレイクの部分を早速聴いてみましょう。これからブレイクがあると思うだけでもう興奮、その半立ちぐらいの感じですよ。あ、来ます、聴いてください。これです。このね、いやもう恋しくの部分ですね。興奮しますね。ちょっとあとね、スピッツさんの春の歌もブレイクがあるので聞いてみましょう。いいな、もうここ。ここれです。興奮します。春のところね、ここで俺の歌が下手バレるっていうね。ちょっとね、ここ興奮するんですよ。ただ僕ね、この曲2曲しか知らないんですよね。だからもっと知りたいのリスナーの皆さんにね、教えてもらおうというのがこのコーナーなので、事前に聞いたツイッターで教えてくれた、メールで教えてくれた人を早速紹介していきましょう。ラジオネーム、緑の魚。アジアンカンフージェネレーションのローリングストーンという曲の2番が終わり、最後のサビの冒頭部分にブレイクがあります。歌詞は、愛は
ないぜ、未来もない。気分はどう？ローリングストーンの愛はないぜ、未来もないのところです。スピード感のある曲なのでブレイクに意識を集中させてください。いいですね。じゃあ、ちょっと聞いてみましょう。それでも曲の最後に撮ってるのが、ちょっとやばいっすね。ちょっといいですね。いいですね。いいですね。いやー、そうか、これだ。いやー、そういうことですよね。いや、そっか、アジコンってめちゃめちゃ素材だけど、そっか、ここ意識いってなかったなー。そっか、ちょっとレベル高いブレイクですね、これ。ちょっと興奮した。ちょっと鳥肌立つぐらい興奮した今。やばい。ちょっと続いていきましょう。こんないっぱいあんの。あ、そうか、そうですよね。ラジオネーム、藤子。ブレイクの曲ですが、ミレーのインサイドユーです。自分はこの曲で大興奮するので、ナレツさんにも大興奮していただけたら嬉しいです。お願いします。あの、味感おかわりしていいですか、一回。ちょっと、味感の、ちょっとやばかった。もう一回、ちょっと、いけます？まだですか？ちょっとかかる。次のやつ行った方がいいですかね。大丈夫、いける。じゃあちょっと味感のローリングストーン。これ、そっから、うわぁ。ありがとうございます。すいません、急なおかわりを。ちょっと、続いて、ラジオネーム、なにぬぬぬーぶら。あ、ごめんなさい。ラジオネーム、なにぬねのーぶら。僕のおすすめのブレイクのある楽曲は、斉藤和義さんの歌うたいのバラッドです。ブレイクは4分10秒前後の、メロディーは続くの後のサビ部分にあるのですが、完全な静寂からのサビへの入り方が凄まじくかっこいいです。なるほど、そうですよね。確かにそうだ。お願いします。あ、そうだわ、あったわ。ちょっとこんな、そうあったわ。毎回興奮してたじゃん俺。これでキューだーと。歌下手だな俺、歌。うわあ、よかったな。ちょっと今のもよかったな。ちょっとじゃあ続いて、ラジオネームみよ。成田さんに私がおすすめしたいのは、キングヌーのビニールという曲です。私も音楽についてあまり詳しくないのですが、おそらくラストのサビの暴れ回れよの暴れの部分がブレイクだと思います。実際に聞いて暴れ回ってください。お願いします。なるほど、なるほどね、なるほどね。なんかちょっと洒落てるわ。ちょっとこれ洒落てるわ。なんかいいし大興奮するけど、なんだろう、興奮の種類が違う気がする。いやでもいい、いい。ちょっとなんか、そうなんかエロ系ブレイクでしたね。なんかちょっとおしゃれだったな。なんかもっとなんか地に足つきたね。ちょっとラジオネームそらこ、先に曲を聴いてみましょう。
でブレイクが入り、一般人なら血管がプッツンしそうなほどの声量で満足感たっぷりのエンディングを迎えます。最高ですとのことです。最高です。なんかいつまでも、ああちょっと例えができないのが悔しいんだよな、さっきからな。そっか、よかった、今のもよかったな。なるほど、ニューブレイクでしたね、俺の中でニューブレイク。さあ続きまして、ラジオネーム新カニッコユッチ。私の知ってるブレイクがある曲で一番印象深いのは愛子さんの花火です。夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろしてという歌詞が繰り返される曲ですが、3分30秒からのところ愛子さんの歌声だけ、しかもメロディーも少し変えて歌ってる部分がマジ最高ですとのことです。ちょっと聞いていいですか。夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、そうです、大好きです、大好きです。長ブレイクだ。あーそっか、ちょっとやっぱ、いやそっか、よかった、めちゃめちゃ唾飛んじゃった。いやちょっとよっだなぁ、ちょ、あ、もう一回言っていいですかこれ。今のアイコ、いけ、いや、そうか。はい、ブレイク、花火さんの、花火さんの、興奮すぎた、ごめんなさい。アイコさんの花自信ないと歌えないですね。いやーちょっと、あれこれ最後ですか、ラストブレイク。いやー、いやー、そっか。ラジオネームウリボー。私は今でもずっとずっと大好きなグループであるスマップの曲からオレンジはどうでしょう。オレンジの後半、木村拓哉さんのソロでのその日までのまでの部分です。このブレイクこそキングオブブレイクです。おい、お願いします。いやー、なんかこれ最高の、最高のプレイリストができた気がしますよ。本当にこれでプレイリスト作ってずっと興奮しまくって、いやー、なんかちょっとこれでちょっと、じゃあ現場行きますわ。このちょっとこの、ちょっとこの紙持って帰りたいな。いやー、皆さんありがとうございます。最高のプレイリストができました、ありがとうございます。すげえ興奮したな。聞きの皆さんこんばんは、3時のヒロイン福田真希です。ゆめっちです。かなでです。毎月企業とオールナイトニッポンがタッグを組み、月替わりのコラボレーション企画を実施するコラボレートニッポンのお時間です。この時間を担当するのは私たち3時のヒロイン、そしてコラボパートナーはこちら、まるちゃん、赤いキツネと緑のタヌキ。ウィーよ、ちょっとすごい地獄ハモリでしたけれども、ちょっと一人で歌ってみてもらっていい？まるちゃん、赤いキツネと緑のタヌキ。頑固やな。同じことやってる。ずーっともうこれから武田鉄矢さんで行く、私は。大丈夫この企画。ここは。さあ、言わずもがな、はい、誰もが知っているカップ麺でございますけども。そうですよ。今回、うん、赤いキツネと緑のタヌキを販売している東洋水産さんから、うん、オールナイトニッポンにこうどういう依頼があって、そして一体どんなコラボレーション企画を実施していくことになるのか、うん、この赤いキツネと緑のタヌキを販売している東洋水産の担当者さんからお手紙が届いているのでご紹介します。お手紙？
2020年8月に声気になるな。緑のたぬき天そばは40周年を迎えることができました。これもひとえに皆様のご愛顧のおかげです。また3年目になる赤緑合戦キャンペーンを今年も実施しております。赤緑合戦とは、赤い狐と緑のたぬきを食べ比べていただき、美味しいと思った方に投票、赤か緑かあなたはどっちの勝敗を決めるキャンペーンです。特設ウェブサイト公式ツイッター上で1月31日まで投票を受け付けておりますので、ぜひ赤い狐と緑のたぬき食べ比べにご参加ください。2連敗の緑のたぬき軍は今年こそと初勝利を虎視眈々と狙っているようです。3時のヒロイン様、そしてオールナイト日本リスナーの皆様、何卒よろしくお願いいたします。ということで、読み方がすごいよ。こんな聞きやすい手紙ないでしょう。ゆっくり読みすぎなのよ。どうでしょうか。いや、これぜひ参加したいの。参加させてくださいよ。だって緑のたぬき40周年らしいですよ。めちゃくちゃお父さんじゃん。お父さん、うん、赤か緑かというね、合戦が行われているんですけども、うん、かなでちゃんとゆめっちくらい比べがたいですね。そうね。いや、もう私の方が圧勝だけどね。私の方が圧勝よ。ということで、まるちゃん、赤い狐と緑のタヌキについて明日以降も詳しく紹介していきます。それではまた明日お会いしましょう。3時のヒロインでした。こんばんは、成田亮のオールナイトニッポンをお送りしております。ではメールを紹介していきましょう。ラジオネーム、ワークフロー。全く音楽的な用語一切なく、これいいわーと言ってる様がしょうもないです。でもアホみたいな感じで喋ってる成田さんがだんだん癖になってきて好きになってきました。やったー一緒に楽しみましょう。音楽、さっきのコーナーちょっとほんと楽しかったな。興奮したな。ちょっとなんかちょっとなんか立っちゃったもんな。いやー、ちょっとなんか皆様のおかげでいろんな楽しいものできましたね。ちょっと好きになってきた。それが、これがみんなだったら嬉しいなー。さあ、ラジオネーム、芋虫一本釣り、23歳です。ちょっと待ってください。ブレイクで半立ちって言いましたが、成田さん、それ、それ、好きです。あれ、そうか。だんだん、なんだ、バカで下ネタの喋るやつ好きですみたいになってきてる。単純、そうですよね。俺もそういう方が多分聞きやすいんだと思う。ラジオネーム、マロンショート。これテーマメールですね。ラジオメール、マロンショートさん。先ほど梅田の話がありましたが、梅田駅と大阪駅はほぼほぼ同じ駅です。あと大阪駅と北新地駅もほぼ同じです。もちろん北新地駅と梅田駅もほぼ同じです。はっと思われるかもしれませんが、これは本当のことです。え、ね、ちょっと誰もわかる人がここにいなくて今何、近いってことか。そうかそうか。でも大阪って街自体がね、なんか近い感じありますよね。なんかそう、なんかどっか行きたいなと思った時に、あ、割とこんなもんなんだって思うこととか結構あったからな。いろいろ行きたいな、ちょっと行きたいな、ちょっとなんかおすすめの場所とかあればね、なんか教えてほしいなと思っておりますね。こちらもテーマメールですね。ラジオネーム、フランスパンが硬すぎて。大阪では若く見えますねと言われたら決まって返す言葉があります。それはアホやからなです。由来はわかりません。今度ぜひドラマの撮影現場で使ってみてください。どういうこと？言ってみよう。押した。なんか、すごい、なんかこう、いつも、もう、なんか、もう私もう長くないからなとか、なんかちょっと褒めたりすると、あ、もうメイドの土産やっていうメイクさんいるので、若く見えますねって言ったら、言ってくれそうな気がする。ちょっとじゃあ、言ってみよう。ちょっと、いいですね。こう大阪の街をちょっと知れていっている気がしてますよ。じゃあちょっとコーナー、3つ目のコーナーに参っていきましょう。目指せ喜劇王。お笑いが大好きで、朝ドラの後に喜劇界のプリンスと名を馳せることになる
人物を演じる成田凌が本物の喜劇王になるためにリスナーの皆さんから芸人さんのかっこいい伝説や面白いエピソードを募集し芸人という生き方を学ぶコーナーです。これ僕喜劇王になるのが夢とか言ってまあ言ってないかな、書いてあったけど読んだけどまあでも芸人さん大好きですしリスペクトしてるんで早速読んでいきましょう。ラジオネームなーちゃん。昔ビートたけしさんが飲み屋でなんか面白いことやれって言われたらしく、その相手にお宅は何の店やってるんですかと聞き返したところ、電気屋だけどと言われたそう。じゃあテレビタダでくださいってくれますかとたけしさんが言うと、それは無理だと言われた。それに対してたけしさんはそれと同じで私もできませんって言ったそうです。ただただかっこいいです。いやーかっこいいっすね。そのなんかこう嫌じゃなくされた返しですね。うってなりますしね。なんかこの業界にいるとやっぱそうですよね。なんか人間じゃなく思われてるみたいな時間がありますよね。かっこいい、さすがです。さあ続いてラジオネーム早朝のスケーター。僕が紹介する喜劇王はバナナマンの設楽統さんです。今では朝の顔からバラエティ MC までこなす最高の芸人設楽さんですが、2007年の色モネや収録の6時間前に自宅で火事が起きてしまい、そのままの状態で番組に出演することになってしまいました。しかしファイナルステージのサイレントで火事で焼け焦げになった携帯電話を取り出し、見事5人全員を笑わせ100万円を勝ち取ったのです。相方の志村さんも設楽さんに賞金を全額渡し、設楽さんは見事にリフォーム代を見事回収したのでした。すごいな。俺なんかこれ記憶に残ってるな。なんかすげえな。なんか設楽さんもかっこいいけど志村さんもすげえかっこいいっすよね。いや僕昔ねなんか中華屋で飯食ってたんですよ。あのそしたら設楽さんがいらっしゃってご家族で、あ成田くんって言って、で家族でご飯食べられて帰られたんですけど、またねこの間ありがとうねみたいな話をしてくださって、そんで僕設楽さんに言えなかったんですけど、あの開店から閉店までいたんですよ中華屋に。その分を払っててくれたみたいで、いやこんなかっこいい人いるんだって思ったのと同時に、多分開店から閉店までいるとの思ってないだろうから思ってる一点になって設楽さん思っただろうけど、いやなんかその後どうにかしてお礼伝えたいなと思ってリリコさんにお願いして電話番号をこう電話お借りして、この間ありがとうございましたって言えたんですけども、いやーなんかやっぱやることかっこいいっすよね芸人さんってね、本当にすごいな。続いてラジオネームえのきちゃん。ダチョウクラブの寺門ジモンさん、体のために毎日青汁を3リットル飲んでいたところ尿管結石になってしまったそうです。医者からは象が食べる草の量だと言われたそうですいやーまあそうですよね、お好きなものを食べられてるでしょうからね。いやー尿管結石ほんと怖いですよね。この間もあのハライチのサービスもなってましたけど、どう知るでも、いやなんか芸人さんで今共演してる方みんな青汁とかなんかアミノ酸とか飲んでる人多いな。すごいな、さすが。なんかやっぱ極端にいろいろやっちゃうのかな。なんかもうそうだよね、やりすぎ何も悪くない、ラジオネーム逆立ちでブランコ。陣内智則さんは新幹線の移動中自分の服にコーヒーをこぼしてしまい、普通だったらタオルに水をつけてシミを取らなきゃいけないのに、誤ってタオルにコーヒーをつけてシミを取ろうとしたことがあるそうですテンパってっていうことですよね。増やしたってことですよねいやわかるな、俺もテンパるとき多分同じことやっちゃうさすが、面白いな、すごいな。ラジオネーム成平。M1 決勝で脚光を浴びた錦鯉の長谷川正則さんですが、家の近くにある信号機の明かりでヒゲを剃ったそうです正則さんがあまりの金欠で家の電気代を払えず電気を止められてしまったために起きた事件です。これに対して正則さんは、赤信号は見えやすくて青信号は赤信号は見えづらくて青信号は見えやすいから赤では止めて青ではそれを繰り返していたと言っています。こ
ね。俺も聞いたの、すごいな。な、テレビかな、ラジオかな、なんか聞いたことあるな。いや、なんか、瀬川さん、事務所の先輩なんですけどね、めちゃめちゃ応援してました。ほんと面白かったっすよね。エピソードもめっちゃ面白かったっすよね。なんか、この間も終わった後のドキュメンタリーみたいなの、面白かったな。瀬川さん、お会いしたいな。続いて、ラジオネーム、小ガラス丸。ダウンタウンの浜田さんは、お笑いはほとんど見なく、M1 すら全く見てないのに、コードブルーは全話見てるそうです。これ本当らしいです。おととしか、おととしの年末のガキ使、立たせていただいたときに、コードブルー全部見たねって言われて。確かに、なんか、言ってますよね。M1 見てないとか。なんか、キングオブコンドンの、コントの優勝者、歴代の優勝者とか全然言えてなかったですからね。すごい。まあ、ラストですね。三重県ラジオネーム、異次元の豚バラ。ジミー大西さんは高校時代、理科室のコンセントの差し込み口にピンセットを突っ込んで感電したそうです。さすがだな。ジミーさんさすがですよね。サイン覚えらんなくて野球やめたらしいですからね。やっぱ、伝説ですよね。ジミーさん、いや、すごい面白いなぁ。みんなすごいなぁ。いろんな。なんか、覚えててもこういうのを発表する機会がなくてなんとなく流れちゃうんでね。こう、毎週、ここで言えるようになれればいいなぁとか言おうと思ったけど、多分これじゃ無理だ。リアクションメールですかね。リアクションメール。たくさんのメールをありがとうございました。本当に芸人さん素敵ですね。いいなこの時間は成田亮のオールナイトニッポンをお送りしております。いやー、それではメール、コーナーいきますか。それではコーナーへ参りましょう。成田亮になりたいよう後半戦。リスナーの皆さんが憧れの成田亮のようになるために普段からやっていることや心がけていることを教えてもらい、私成田亮がその行動を成田亮か成田亮じゃないかで判断します。さあ早速紹介していきましょう。ラジオネーム、深夜にシリアル。僕はスーパーやコンビニで大きい買い物をするとき、レジ袋はご利用ですかと聞かれてもいりませんと言って断り、すべての商品をパーカーのフードやポケットに入れて持ち帰ります。これは成田亮への近道だと思いやっています。なるほど、レジ袋問題ね、あるよね。いや、なんか僕もなんかまあコンビニすっごい行きますけど、なるべく持てるだけ持って指はち切れるぐらいに指挟んで行きますよ。パーカーね、パーカーのフードにね、入れないけど、逆に勉強になりました。そっか、二代目慣れてるというよりはもう逆に俺の先行ってるわ。レジオネーム、続いていきましょうか。これいいですね。ラジオネーム、ロボット。成田亮になりたくてどこに行くにも両手に女連れています。ごめんなさい、本当に最初になんか変な話言ったのが悪かったです。本当にすみません。ね、両手に女連れていますね。なるほど、ごめんなさい。ちょっとでも皆様に近づきたくて言ったことですから許してください。ラジオネーム、伊達メガネ正宗。成田亮になりたくてボーリングは球を投げた後結果を見ずにベンチに戻るようにしています。伊達メガネ正宗さんね、嬉しいな。僕ね、これやるときありますけど、これはね、微妙なとこですけど、やることやるので成田亮ですね。だいたい全部倒れてないそういう時。本当にそう。続いて、ラジオネーム、ブランコ。成田亮になりたくて毎朝リビングにいる時、母親からのおはようをスルーして、俺朝飯いらねえからと一方的に言い放し、自分の部屋に戻り部屋の鍵を閉めています。いくつよ、いくつよ。
これかっこよくないというか、ただ印象が悪いですよね、僕のね。いやでもね、うち夫の朝ごはん絶対ダメなの、学校も行かせてもらえなかった家庭なんでね。おはようも言いますよ。あと自分の部屋ねえし。続いていきましょうか。ラジオネームパワー。成田凌になりたくて横断歩道を渡るときはいつも白いところだけを踏んで渡るようにしています。成田凌さんは日本一横断歩道の白いところだけを踏んで渡るが似合う男だと思っています。え、これ俺見られてんのかなぐらい成田凌。いや俺白いところを歩いてますよ基本。あの細いあの縦の線もなるべく白い行きたいなと思ってるし、これすごいな、これ。いや成田凌ですわ、すごいな。ラジオネームタイマイ。僕は成田凌になりたくて駅のホームから電車が発車するためにプシューやポッポーと叫んでいます。なるほどね、成田凌じゃありません。これすごいね、プシューやポッポーと叫んでいます。やったらなんか高校の時めちゃくちゃなんか電車の想像してふざけて遊んでたな、懐かしいな。ラジオネーム慎重なスピン。成田凌さんになりたくて夏は顔を叩くときはごめんねと言いながら叩きます。あーよくわかってるな本当に。あのね、蚊殺さないっすね僕ね。家にクモとかいるときも殺さないです。動物殺さないな基本的にな。だー惜しいけど成田凌ではある。じゃあそうだ、もう動物に話しかけますか。話しかけますね。あ、これラストか。じゃあ選ばないといけない、やばい。二代目成田凌の、おーよし、じゃあもうこれにしよう。じゃあ二代目成田凌を発表したいと思います。決めました。二代目成田凌はパワーさんです。あのですね、成田凌になりたくて横断歩道を渡るときはいつも白いところだけを踏んで渡るようにしています。成田凌さんは日本一横断歩道の白いところだけを踏んで渡るが似合う男だと思ってます。だって、いやこれ本当に見られてんのかなぐらいですからね。ちょっともう今後やめなきゃ恥ずかしいぐらいですよね。じゃあ本当今後二代目成田凌と名乗ってください。パワーさんは自己紹介するときはどうも二代目成田凌ことパワーですみたいな感じで、変な空気になっても僕は責任を取りません。まあラジオネームをね二代目成田凌にしてもらっても構いません。今後も成田さんにな、違う、今後も成田さん皆さんになりたいと思ってもらえるように頑張りたいと思います。たくさんのメールを本当にありがとうございました。さて最後の曲ですね、聞いてください。中村佳穂さんでその命。来週のこの時間はずっと真夜中でいいのにのオールナイトニッポン、そしてこの後3時からは夜遊びのオールナイトニッポンゼロをお送りします。いや今夜遊びさんの挨拶するときに立った瞬間にちょっとフラーっとしました。酸欠だとびっくりした。じゃあメール読んでいきましょう。ラジオネームビビタル寮のラブとラスク。下ネタ大魔人変態野郎の成田さんが大好きです。二度と尖ってるようなことを言わないでください。はい。ラジオネーム芋虫一本釣り。この放送が始まるまでは成田凌になりたいと思うリスナーばっかりだと思ったのですが、今日の放送でダサいところがバレ、いい意味で成田凌になりたいと思う人がゼロになったと思います。脱ネクストブレイク頑張ってください。いい意味でゼロになったってどういうことや。ラジオネームワック。成田さん、今日の放送で繁忙期やリスナーに言われるがままに逆立ちしたことによって一皮むけたと言ってもいいんじゃないでしょうか。確実にネクストブレイクが抜け出せるきっかけを作ったと思います。リスナーは今日が成田凌のターニングポイントになったと信じ、今後喜劇王のようなコーナーがあった時にネタにしたいと思います。いやーありがとうございます。やばい、もう終わっちゃうんですね。もう本当に皆さんにたくさんいじっていただきとっても感謝しておりますが、ちょっと終わった後のインスタのフォロワー数見るのちょっと怖いのと、ちょっと興奮して寝れないか
めちゃ寝れるかどっちかなと思うんですけど、いやーちょっとあっという間だったな。なんかこう記憶のない時間が最初にあったからな、多分ちょっと速攻で一回くじけて汗かいて逆立ちしていじられて嫌われて下ネタ言ってちょっと盛り返して最終的にダサくてってなってくると成功かな、成功かな、どっちかな。そうだ、今日仕事始めだったんでね、今日まあ一瞬一瞬出鼻をくじけそうになったけど、いい仕事始めにもう一皮むけてるんで、もう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 タートルネックなんか来ませんよ今年は。もうもうズル向けなりだろうで、今年はもう本当にお送りしていくんでね、もうもうかっこいい CM が流れたらもうなんとなくもうこれつだなって、なんとなくこう可愛いやつを見る目で見てほしいですし、なんかバラエティ番組ね、なんかしょうもないコントとかしてたらまあ頑張ってんなぐらいで見てもらって、またねこのラジオをやる機会があったとしたらまた皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っておりますので、スタッフさんも見かけることなく。